僕が多分一人でやることはもうないですね、正直。なんか絶対ないですね。自分で全部できるって僕思ったことないんで、一度も。今日はですね、この子にぴったりの色にするんですけど、ちょっとまあインナーカラーでイエローで、上はちょっとこうグレーの薄いこう結構濃いめなんですけど、透け感の強いシルバーグレーで一番黄色とマッチする色だと思うんで、やっていきますんで半年？ 半年前ですね。僕2月にベレーザ来て、3月の頭くらいに来てくれた感じです。流星さんにお願いしようと思ったきっかけはインスタグラム。もうその時はなんかこうスタイリング動画ってよりはもう集客って意味で画像をやっぱ多く載せて。お客様でもこの色にするためにはブリーチ何回必要なのか、大体何円くらいかかるのかとか、そういうなんかこう一つの画像じゃ多分お客さんも悩んでどのクーポン選んだからいいか分かんないところだと思うんですけど、そういうところをもう完全に一つの画像で全て分かるように表現してたんで、そしたら来てくれましたね。なんか光が直接当たってるっていうより光がこう入ってきてる、ちょっとこうかすかに光ってる場所反射してちょっとこう10畳ですか。最近行きましたね、1回十条銀座っていうのがあって、全然銀座じゃないですけど、商店街で安くご飯買えるんですよ。そこで70円か100円ぐらいのでっかいメンチカツがあって、みんな美容学校の時コンテストの練習終わった後とかお腹空いて、でも金ないしなっていう感じで、でもめっちゃ食べれるって思った時になんかメンチカツとかカツ系をがっついて、でなんか塩おにぎり買ってちょっと丼風みたいな、口の中では丼になってるみたいな感じでみんなやってましたけど、地下がなんか誰でも使えちゃうんですよ。なんで結構まあなんか僕なんかもうそういうキャラでしたね、ザックナイダー。あいつはフロアにいないっていう、シャンプー頼もうとしたらいないみたいな、真面目にやってたんですけど、いろんなことしてましたね。あー懐かしいですね。ちょっと写真撮ろう。懐かしいですね。これは2年ぶりなんで、あっち行くと十条銀座が、ね、あそこにあるんで、一度行ってみましょうか。ちょっとお腹も空いた頃なんで、革命です。バッグができたってだけで十条もそのくらいの街だと僕は思い込んでるんで。このカフェはご褒美ですね。ちょっと高めなんで、コンテスト優勝した時とか学校の成績良かった時とか、まあ良かったメンバーと30カフェに行くという、ちょっと高級なちょっとご褒美。30入ってるやつ、あいつなんかあったんじゃねみたいな逆にあ、これです、多分これですこの今日ないっすね。すいません、カツがないですね、平べったい。聞こうかな。はい、昔は置いてあった。あ、前置いてあったやつですか。今日ねやってないです。日替わりでやってるんでごめんなさい。はい。今ちょっとね、はい、すいません。なんかじゃあ買いますね。アジフライが美味しい。アジフライが美味しい。アジフライで。アジフライが美味しいんで。はい。ありがとうございます。私の好きな26円、10円で買えちゃう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、これアジフライも食べましたね。昔。結構80円でこのサイズ感は結構分厚いんですよ、実は。どうなんですかね。うまいですね、やっぱ。見てください。結構しっかりしてるんですよ。80円で。これがもう学生の、もうあそこは学生のもうそういうところだったんで。僕もともとそのまあ有名店入る気なかった少年なんですよ、実は。まあでも学校生活頑張ってて、で県生たち的には結構なんか、まあ、学校的にもちょっと有名店行ってほしいみたいな感じがあったんですけど、僕はなんかそれよりもなんかこう別にここ住みやすいし結構好きな街だし、まあ、そこでなんか、まあ、スタイリスト早くなってお客さん入れたらいいなっていう、なんかそういう考えでいたんですけど、まあチャレンジしなよみたいな感じで。まあ受けたら、まあ偶然こう一発目で受からせていただいて、まあでも逆に良かったなと思って、あそこ行ってなかったら今自分ないんで、結構さっき通ったところにもなんかちょっと受けようとしたところがあって、なんかここでやってたんだっていう想像が今はつかないですね、全然。ここです、食堂です。ここは国家試験の終わった後に定休日です。定休日です。国家試験終わった後みんな食べたんですよ。めっちゃ美味しいです、ここ。ぜひ。結構ショックですね、これ。最近水しか飲まないんですよ、本当。これ結構ガチで。クリスティアーノ・ロナウドっての生活真似したくて、クリスティアーノ・ロナウド8時間睡眠で5食食べるんですよ、1日で。全部水っていう生活なんですよの真似をしたくて、僕の夢がもうクリスティアーノ・ロナウドよりお金をもらうことなんで、クリスティアーノ大好きなんで、目指すものは何ですか、クリスティアーノ・ロナウドで、どの取材でも言ってます。成績は良かったんだけど、めっちゃこう生活態度が悪いっていうか、ユニフォーム着るんですよ、ステロって。で僕はなんで美容師なのに私服着れないで、ユニフォームもなんかわざわざみんなと揃って人と違うことが好きなのにとか思いながら、反社会的ですよねあれ。でもなんかその逆にですけど、だからそのさっき言ったようにこう成績ようにしてなんか守って自分をでやりたいようなことをやるような、これはもう生き方ですね。ずっとですね、小中高専門店やっぱやることやってで何も言わせない。例えば美容師でもやっぱそのしっかり技術もやって売り上げもしっかり持った上で何かをする、何かこう自信がある時なんで、僕が発言する時も先生とかそういう学校内でなんかこの子本当いい子だなって思われたことは一度もないです。逆ですね多分。でこいついいんだよみたいな。話したいこと思い出して1個だけ、人それぞれ多分頑張る源って多分あると思うんですよ。例えばなんか僕親から言われたのが、その復讐心で頑張るなって言われたんですよ。例えば前のいた会社になんかあいつ辞めさせてほしかったなって思わせるような感じで頑張るなとか、僕結構自分振り返る時間1日あって1時間ぐらいで、俺の源なんだろうと思って結構考えた結果、本当お母さんに申し訳ないですけど復讐心なんですよね。例えば今までどうやって自分の一番力を発揮してきた力の場面があったかって振り返ってみたんですね。そしたら例えば美容学校時代のなんかそういう何も言わせたくない、ユニフォーム着たくない、上履き履きたくないだから頑張るとか、なんか反発心というか、今も多分そうで、まあ、上の人に叩かれるそうだから楽しいとか、だけど固めてるよこっちはっていう風に、そういう生き方が好きで、多分簡単に言うと復讐心。なんか結構みんな、なんかそれぞれどうやって成功してきたかっていうのはなんか結構考えた方がいいな。最近なんか本当いろんな人に伝えたいことですね。この映像を通して振り返る時間を1時間、心を整える時間、長谷部誠がやってるんで、サッカーの、まあ、時代もそうなんで、やっぱ自己ブランディングの時代なんで、どのタイミングで、はい、その振り返る時間っていうのを作るんですね。毎日やってるわけじゃなくて、これ感覚的なんですけど、なんか今上に登ってないなとか階段登ってないなとか、なんか嫌な予感するって多分人それぞれ結構あると思うんですよ。なんかこうって時に、なんか自分がこう上がってきたロジックっていうか、なんか実際こう考えてみると全部こう意外と一緒あったりするんですよ、成功してることが、パターンが。っていうのがなんか僕は考えて思ったんで、瞬間的には結構こう下がってる時とか、なんかこうあえて時間作るみたいな、考えすぎてなんか寝ちゃうみたいな、変な風にじゃなくて、成功してきたなんかこうパターンを完全に自分の中で何個か持ってれば、まあそれをはめるだけというか、あ、これ逆境だからみたいな、これは逆境の時のパターンのやつやみたいな。生徒さん知ってましたね。知ってましたね。今良かったですね。流星さんですね。僕はかなりコンテスターでしたね。マインディングのエキスパートチームでしたね。資生堂だと結構なんかもう F4 みたいな感じです。なんかわかります？花だより団子の、結構なんかこうみんなから一目置かれるというか、だからなんかワインディングエキスパートだけなんとかエキスパートって言われないで、ワインズって言われるんですよ。ワインズって言われるんですよ。ワインズの流星さん。ワインズ、いやちょっとそれはワイズの方がいいですね。そしたらワイズの方がいいですね。高校時代にまず、なんだろうな、まあ、サッカーの選手にはなれないっていうのがまずありまして、なんでなれないのかっていうところなんですけど、まあ、小中高ってサッカーやってて、で、まあ、お父さんがまあプロサッカー選手っていうこともあって、まあ、ある程度はまあ練習しなくてもできちゃうみたいな感じで、なんか、まあ、県選抜とかその関東選抜とか。J リーグ そのヴァンフォーレ甲府のジュニアユースで、それも、まあ、なんか受けなくても入れちゃったりとか、中学校時代には例えば全国優勝したりとか、まあ、こう流れ的にどう考えてもサッカー選手になるか、大学生でサッカーやるか、どっちかなんですよ絶対。まあ、そこで考えたんですよしっかり。プロにはなれなかったんで、その時点で。なんで大学生でサッカーやる、じゃあ大学は何のために行くんだっていう、サッカーだけのために行くのって意味わかんないな、サッカーの練習も嫌いだし、まあ、そこでなんか、まあお父さんとお母さんも両方とも教師なんで、さすがにまあ先ちょっと飛ぶんですけど、留学生になりますなんて言えるような環境じゃなかったの、実際なかったんですけど、なんでなりたいと思ったかをなんか結構しっかり伝えればいけるなと思って、その時考えついたのが、なんかその美容師は正直なんかバカだなと思って、これが結構きっかけで、若くてもなんか考え方次第とか、なんかちょっとサッカーと似てて、なんか上手ければなんか20歳でも久保建英みたいに活躍できるし、夢になれるしっていう環境って美容業界ちょっと似てるなと思って、それがまあインスタグラムがあって、それでこう最大化されたっていう。僕も結構勉強してたんでね、進学校とかで美容師ってなんかバカな人がなるものだとその時は思い込んでたんです正直。まあ、入ってみたらまだ全然違ったんですけど、いい意味で難しい世界っていうか、やりがいのある世界だなと思うんですけど、まあ、美容師になってそれは良かったなっていうのは、まあ、思いますね。まあ大変な時期はありましたけどね。チームスポーツで学ぶっていうのはね、やっぱあると思うんで、まあ、そこが僕がフリーランスにならない一つの理由なんですけど、やっぱそのチームとして何か目的があれば何かやりがいを感じれるというか、なんか一人だとやっぱどうしてもなんか何がゴールなのか分かんなくなったりとか、目的とかもあんまりなくなってるし、達成した時のなんか喜びを分かち合う瞬間とかも少ないというか、なんかないとちょっと俺は無理だなって感じて、ブランドネームをしっかりブランドにしていく作業をみんなでやるっていうのがやっぱ今のやりがいだったりするんで、なんか別にそんなお金もらいたいならフリーランスになった方がいいしとかいろいろあると思うんですけど、そこに自分自身が価値観を得てないっていう、なのでそれはサッカーで逆に学んでよかったことだなっていうのもあるんで、なんかまあチームって大事だなっていう、助け合うって大事だなっていうところですよ。そうですよ、僕あれなんですよ、高校サッカーとかそういう時にやった青春を社会人になったらできない人多いんですよ絶対。それを社会人になってもやるってなると絶対仲間が必要だし、まあ、目的も目標も大事なんで、だからこそ今これサロンでやってるってのはあります。なるほど。僕が多分一人でやることはもうないですね、正直。これは先言っときます。誰かをしっかり頼るし、頼ってもらえるし、自分で全部できるって僕思ったことないんで、一度も。美容師って多分それが一番大事だと思うんです。なんかちょっと得しようとか、なんかちょっとこうなんかねとか、効率いいからこうなんか仲間切ってでもとか、それは多分なんか僕は違うんですよね。ちょっとお腹痛いです。さっきのハンバーグ、アジフライが食べアジフライがアジフライ当たっちゃったかもしれないやばいっすね。だから今多分時代的には多分個人ブランディングの時代っていう時代だと思うんですよ。だからみんな一人でも何でもできる多分思い込むと思うんですよ、絶対。でも時代はただで回ってるっていう考えがある中で、なんか結局例えば今フリーランスが流行ってる、で昔は業務委託が流行ってる、でまあ普通にサロンはずっとあり続けるっていう中で、僕は結構ちょっとお堅いのかもしれないですけど、あり続けるものを信じたいというか、やっぱサロンでこうしっかりあり続ける意味っていうのは、そういう古いやってきたことを否定するんじゃなくて、逆に結構それをなんか強みにしたいタイプというか、割とこれ今僕の多分客観的に見てる人は多分今っぽいとか結構そういうの感じると思うんですけど、フリーランスや行かないのとかなんかそういうんじゃなくて、なんか結構はいもうちょっとお腹痛いです、すいませんマジでお腹痛いです。お腹痛いがもう多分頭の中にありすぎていい話だったのに時代の流れをなんかよくこの部屋です、はい、内藤家の家訓がありましたね。全員で言うわけなくて、全員でやっていけば美容師の価値って上がるし、